西洋西バリは、岸植物人長下下人長下属の植物の一種、洋種人長下とも呼ばれる。ほとんどのヨーロッパ及び西アジア、北から北部、スカンディナビア及びロシア原産である。南ヨーロッパでは、中から高地並びにアコーザンに制限されているが、北ヨーロッパでは海の近くまで低地に降りてきている。一般的に石灰岩由来の土壌に生育は、 制限されている。一般的な英名はメゼレオンである。種商名のマシリアムは、殺すという言葉に由来する本種の古いペルシア語の名称、メイズリンに由来する。高さ1.5メートルに成長する、落葉性低木である。葉は柔らかく、長さ3から8センチメートル、幅1から2センチメートル、軸に対して、螺旋状に配置されている。 葉が現れる前の裸の茎の上に早春に花が咲く。4枚に分かれた直径10から15ミリメートルのピンクあるいは藤色の花皮を持ち強く良い香りがする。果実は直径7から12ミリメートルの栓石色のベリーである。果実は人間に対して非常に有毒であるが、果実を食べるつぐみのような鳥は耐性があり、西洋に縛りの実を食べ、 粉に含まれる種子を散布する。西洋に縛りは特に果実及び小枝にダフネトキシンが含まれているため猛毒性である。中毒になると窒息感を経験する。新鮮な小枝をお手で扱うと感受性の高い人では死針を引き起こす。にもかかわらず魅力的な花をつけるため庭で干渉植物として一般的に栽培されている。ありがとうございます。